闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。イエーイ、今回もやっていきましょう。私が FB セルセブンです。アルバトーレキックマックスです。アルマットです。ヘヨです。では早速やっていきましょう。マンハントでも開始するか。3個目。え、そんな錆びた方も手に入れてんの？うん、神一回変えるか。ちょっと僕もリセットしてドロゾーの本なんとか見つけますわ。イエーイ、いいぞキックン。ヤシャソウル、ヤシャソウル、ヤシャか。弓めっちゃあるから余裕。最初は絶望的な戦いと思ってたけど、戦えてくるもんなんだね。やっぱ人間って慣れるもんなんだな、過酷な環境でも。そういうことよな。すごいね、ね、人体。すごいね、人体。人体。かおい、社宅すら出ねえぞ。おいおい、どうしたどうした。最近社宅も見ないし、チェストも見ないんだよな。第一も見ねえし、三代見てみたい匠、見てみたい匠。あ、須田爆弾やった、嬉しい、こいつも好き。いやー、マジ素晴らしいね。空を自由に飛びたいな。わしは俺でわしは俺でわしは俺でいますよ。何人？何人？本当何人？あんた何人？うーん、飛ばないね、今日は。この29レベルを使って絶対ドロゾーを出してる。折れた刀入れといたぞ。はーい、サンキュー。ドワーフエオよ。ワッツじゃん。ワッツだ。避けろ、武器レベルパワーアップしてもらわないと。ああ、無理やりマロの聖剣にしてバグらせるぞ。道中メタクソ強いけど、ラスボス戦だと普通にバグって弱くなってしまうという。終了。エンチタイム。このエンチャして機能喋る、もう捨てろや、ちゃんと。記念に取っといてる。あと本だいぶ少なくなったな。なぜこんな少なかった？あ、俺が1スタック持ってたわ。ちゃんと返して。危ないでしょ、なくなったら結構大変なんやから。ゆっくり。お前、おませさんかよ。エンチャするのも大変や。エンチャリセが大変なんだよな。リセッシュ。リセッシュ。一番最初で爆破耐性ついたのはマジ運良かった。運良かったね、それは。いや、こんなんそろそろつかんで。次ブーツにつけれるけど、誰かいる？何が？これはしばらく。爆破耐性。じゃあ自分で使えばいいんちゃうの？いや、俺もう銃あるんだよね。よりよる強者、強者発言だ。鎧に、鎧とレギンスについてるから。あー、アロマ無限弓欲しい？じゃあ、いや、けど今俺一個持ってるから。いや、でもさすがに作っとくべきだよな、言うても。まあ、あるに越したことはないからな。そうだな、じゃあこれは、貯めよう。強者さん、俺にちょうだい。まあ、次ね。次のターンに。経験値貯めないと。で、今経験値貯めないと作れないんだって。ねえ、くれないの？くれないだー！すげえ、エンチャしてるだけでもう夜だー！早いー！はい、無名と無名、再びできましたー。次何？このブロ、地雷の匠見たんだっけ？ネームレス、ちょっとし見てみたい。ネームレス。これは、ネームレスはなんか意外と普通だな。で、このヤシャが、あ、ヤシャちょっと強い。でも、妖刀でね、やっぱこっちなんだろうな。あ、意外と普通だけど。でもこれ多分妖刀こそ。やべ、落ちた。あっぶねー、まずい、これまずい。やっちまったー。くそー、マジ、下まで落とされた。ちょっとこの白狐の妖刀作ってみていいですか？作れるかどうか。どうぞ。どうぞ。じゃあ。まさかこんな死に方するとは。できた。でも、エンチャとかは特にない。あー、やっぱ。あー、なるほどね。作れはするけど、エンチャとはついてないな。最初の。まあ、いいんじゃないの。結構、まあ、強いとは思うけどね。だから、エンマ刀とかも多分作れはするけど、うん、エンチャとは、あれな状態になるな。うん、あれってなんだ。
すいません、語彙力がな。なさすぎるでしょ。作れはするけど、妖刀って作った時に最初からエンチャントが入ってんのよ。うん、ただこの、無名と無名から作ってもそのエンチャント自体はない。例えばエンマとエンだったら、エンマとこれヤマトって呼ぶんだけど、本当これだったらトゲ塗るとか射撃ダメージ増加5とか多分ね、普通につかないんだよね、まず武器に。なるほどね。そう、それがついてる。普通のスキルかもね。あー、特殊アビリティってこと。そう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 。いやー、妖刀なんて絶対できねえだろうと思ってたけど、できるもんですね。そうっすね。一人でできるもんか。一人でできるもんだな。多分その狐の刀にエンチャントするだけで行刀になると思う。くそー、鎧失ったか。鎧だけじゃない。お前は全てを失うだろう。予言する。あ、爆破耐性の、どうなったの？それどころじゃないっす。ね、どうなったの？で、死んだでしょ。ないっす。え、なんで亡くなったの？約束したよね。え、なんでよ、長いの、なんで。かわいそうでしょ、キック。キック、あんなに楽しみにしたの。いや、ね。ひどい。知らねえ。言ってねえ、そんなこと。言ってないとまで。嘘でしょ。絶対言ってたよ。FB が提案する王将ブロック匠の安全な借り方。まず、高台に登ります。で、一マスのところに、周りをトラップドア、ね、周りをトラップドアで埋めた一マスのブロックに王将匠を爆発させます。すると王将匠は自動的に多分下に落ちるので、そして上からゆっくり狩る、この作戦で行ってみたいと思います。主公、主公、我が息子はだどこじゃ。パークドコただのボケじいさん。シュコ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 、ご飯はまだか。シュコシュコ。よし、俺の完璧な作戦いってみよう。ん？どんどん。うどん？どうした？どんどん今どうした？あるもんすごいなんか荒ぶってる。やべえおよ。とうとう欲望をあらわにし始めた。うどんうどんっつうどんうどんうどんってさあ、うまくいくかな。あぶねえ、うまくいったか今。いや、これいらねえ。やっぱそもそも爆発で消し飛ぶからこれでいいやん。アルマ、いい方法わかったぞ。何が？高台作って、でその先に一マスの木のブロックかなんか作って、そこで爆発したら勝手に足場崩れるから、爆発、最初の爆発で。そしたら下に落ちるから、上から弓で倒せばいい。極光剣を作ってなんとか大匠を倒す。まさに王のなせる技。はっ！なんかすげえでけえゾンビみたいなの生まれた！ジャイアント匠！やべえ！そういえばいたな、そんな。あれもこいつ見たことある？いや、見たこと、知らん、そんなジャイアント匠。当たり判定がわからん。こいつ危険だ。爆発したらどんなことになるんちゃうの？ジャイアント。体力も、何めっちゃ多いの？体力もぼちぼち多い。でもまあ今んとこ大丈夫。あ、怖っ。これでも家に近いかもしれんな。もうちょっと毒でやろう。何が起きるかわからん、これ。うわ、ジャイアント時に何も落ちたね。死ね。でけえだけかよ。ほんとにさ。あ、あれ、社宅じゃない？来たー、社宅！おなしゃっす、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 来てください、ドーン。はい、ダメ、腹立つノリ。レギンスめっちゃ爆破耐性4つく。いいじゃん、いいじゃん、それ蓄えておくとすごいいいぞ。いいぞライド、耐久力もついたぞライド。素晴らしいライド。久々にマンハントしよう。マンハント先輩が帰ってくる。いやあみんな、僕がマンハント先輩だよ。どうもマンハント先輩、こんにちは。やべ、囲まれた。囲まれちゃった、マンハント先輩。マイペット先輩。あ、シャタクだ、シャタクお願いします。2回目、本日2回目、ドンバンジョン来た。なんだこれ。あ、ドンバンジョン、なんだこれ。おお、いいね、いいね、連続ばっか、連続ばっか、どんどん。おー、あ、本田！本田、すげえ！
ジョブジョン言ってんのこいつ。ただいまの収穫は、あ、絵画。絵画、開眼したね。絵画と本、本はでもよくやった。経験値匠だ。あ、匠。ああ、なんだ。うわあ、羊毛めっちゃ落としてる。え、社宅？うん。あ、終わった。いらな。もう開けるのかよ、夜。強者発言だ。俺らも強くなったもんだ。私は夜があんなに怖かったのに。ね。おー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 おおなんだ、手帳あったな。どうした？あ、土蜘蛛の匠めっちゃいる。なんじゃこれ。やばい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 、どうなってんのこれ。めっちゃ、あいつやったな。やべ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 。これ何匠ですか。どっから湧いた。土蜘蛛が爆発して蜘蛛の巣ができて、そっから土蜘蛛の匠がめっちゃ湧くんでしょ。やべえ、待って、下にめっちゃ蜘蛛いる。でも蜘蛛はマス中だから、倒しちゃダメだよ。マス中、液中だから。まあよく液中液中言ってたの、なんで間違った。ピカチュウの新しい進化系かな。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、この量まずいって。なんだこれ。テンション上がってんね。テンション上がってんね。楽しそう。いいよいいよ、いや、頑張れ、頑張、頑張、頑張、大阪。地獄だ。頑張、頑張。さあ、現在、エオエオ VS 蜘蛛の群れ、お送りしております。この状況、どう見ますか、キックンさん。解説のキックンさん。そうですね。蜘蛛は、無限に出てきますから、エオエオ選手、圧倒的に不利ですよ。そうですね。エオエオ選手も実質、無限の存在とはいえ、無限対無限になると勝負がつかないという、そうなるとやはり本気勝負になるでしょうかね。無限は有限だから。後ろ。あ、名言出ました。無限は有限。無限は有限。これ深いですね。どういう意味でしょうか。おお、めっちゃいる。どういう意味でしょうか。あんたが一番よくわかってる。無限は有限。無限は有限。一番の理解者でしょ。どうあるも、急に家が落ち着かない感じになったら、もうやば。芸術的になった。うわ、こっちもだ、やば。精神に障害がある人の家みたいだもん。いやー、泥像の本できねえな。結構貴重なんだな、やっぱ。全然できない、俺も先からやってるけど。あー、まったく出ない。ふざけてやがるぜ。ちなみに1でもいいからね、全然。はいーはいーはいー、はいー。もう、あいつまだやってる。全然いるよ、まだ。よく生き残れるな、その状況で。いや、刀振ってれば意外と死なない。ただ、もう刀直すための材料がなくなってきた。マジ全然出ねえ。何回リセットすりゃええねん。ハントの時間か。あー、こんなことやったらもうハントの時間だよ。兄さん、ハントマジかよ。おい、これ、え、やべえ、なんか変なエンチャント出た。何、マシキ守護法だって。何それ。やってみます、つけれるし。マシキ守護法、マシキ守護法ってのできた。ちょっとほら、これこれ見てみ、家にいるな。何に作るんだ、全然意味わかんない。これあれじゃない、結構いいエンチャントなんじゃない。なんだ、効果がわからない。あ、つかないな。防具じゃねえよ、これ。武器か。いや、武器でもない。てうわ、なんかバグってる。敵にでも味方でもない。何つくんだ。あー、なるほどね。なんだった。殲滅術。解式殲滅術。自中っていうのが攻撃強化と満腹回復と範囲ダメージで、守護法は耐性、悪性ポーション無効、範囲速度低下、持ってるだけでつく。動画だと極光剣につけてね。極光剣にしかつかないのかな。じゃあ作ろう、極光剣さっさと。多分この匠式武器の中でだったらつくのか、もしかしたら。
つかない。つかない。つかない。ダメだ、極光剣じゃないとつかないわ、多分。大土に、匠味噌結晶の間つけると、ま、式守護法はつくわ。へぇ。だからやっぱ、つまりな。結局、その、匠式の武器群、専用エンチャントだと思われる。やっぱ極光剣につけるのが一番いいね。希望を抱きしめ。動画をご覧いただきありがとうございました。 MSS プロジェクトはですね、ニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルを持ってますので、ぜひ、ご登録の方をお願いできれば幸いでございます。多分ですね、登録のボタンはですね、ここら辺とか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 、に、あると思いますので、そちらの方で、登録していただけると嬉しいです。ですね、あ、他にはですね、下次長く説明欄とは言いますね、いろいろ詳細が書いてますので、ぜひご登録の方お願いします。